どうも東京コンパス磯うんよいしょ。はい、今日は月島駅に来ました。おーい、月島といったらもうもんじゃ一択でしょ。そうですよね、うん、いや上京した時からずっと来たかったんですよ。あ、本当初月島です。いいね。いやもうね、もんじゃストリートっていう、そうらしいな、めちゃくちゃ有名なストリートがあって、もう言ったら観光地よな。おー、そうですね。俺も一昨日知った月島がそういう街っていうのもんじゃ。ほんとだからもうもんじゃを今日はいっぱい食おうみたいな。ああ、いいですね。いいですね。もう今日は食べ歩きもご飯も観光も全部もんじゃです。そうだね、もんじゃ尽くし。じゃあ行きますか。はい、それではレッツゴー。今回は中央区月島駅へやってきました。月島といえばやっぱりもんじゃ。約50軒ものお店が連なるもんじゃストリートでたくさんのもんじゃ屋さんを食べ歩く食い倒れぶらり旅。深夜に見てる方はお気をつけください。飯テロ間違いなしでございます。もうもんじゃストリートです。すごいよね。もう駅前出てすぐなんですね。もう想像以上にもんじゃ屋さんありますね。いやもうめちゃくちゃあるんじゃん。すごいですね。何十店舗もあるよね。もんじゃは東京のもんやもんな。そうね、うん、下町の、うん、普通にさ、もんじゃストリート来てさ、うん、店舗だけ食べて帰るのももったいないよね。もったいないですね。だけ店あったらね。確かに食べ歩きですもんね、これはね。多分これやっぱこの中にも美味しいお店とか有名なお店あるんですもんね。ね、俺前行った時はもう事前に調べて行って、はいはいはい、かなり混んでた。3、40分ぐらい並んで入った。はぁ、うん、いや、ここにバンビさん。バンビ、バンビここね、結構比較的安めの、多分多分ね、コスパ良さそうな感じがする。あの、月島ブランドって書いてますよ。あ、そうだね。1軒目はここ行きますか。行きましょう。はい、ね、1軒目は、もんじゃ焼きバンビさん。はい、というわけで 1店舗目、明太もちチーズもんじゃ。すごい、めちゃくちゃ一番美味しいやつじゃん。そうですね、ど定番ですね。ど定番、はい、焼いていい？いや、行きましょう、行きましょう。え、ちょっとマジでさ、できる、できる。あんまり分かんないんだけど、もう上の具をまず入れるんだっけ。そう、上の具だけ入れて細かくして、で、ドーナツ状にして、うん、で、あの汁を少しずつ入れてくる。じゃあ行くよ。はい、もうやっちゃう。どうぞ。記念すべき。はい、うぃー、こんなもんでいいか。はい、これで出た出た。うん、いいね。おい、いいね。あ、いいよ、いい感じ出てる。あんた油敷いてないぜ。はい、かく油敷いて、油敷いて、ここに、ここに油敷いてね。間に合う、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 危ねー。これちょっと気をつけなあかん。うん、ええ感じじゃん。ええ感じ。そうですね、こんな感じか。ここにこのタレを入れるように少しずつ入れていく。少しずつね。はい、えい、うわ、もんじゃやん。うわ、いいね、もんじゃやん、もんじゃやん。じゃあチーズも上からいっちゃうよ、はい、うわ、うまそう。あ、もうこれ最強でしょ。最強です、最強。明太もちチーズもんじゃ、もんじゃ、はい、完成。じゃあ乾杯します。はい、乾杯。じゃあすいません、行きましょう。いただきます。いただきます。端っこから端っこからだよね。はい、いや、もでもここへ回る。うまい、うまいんだ、うん、やっぱもんじゃ考えた人は最初じゃないですか。1位だよ、マジで。明太子が一番だ。明太子は絶対高い、うんうん、明太子とチーズの相性がすごい。そうそうそう、気づいた人マジでありがたい。
リーダーは大阪出身だからさ、うん、いたライバルじゃん。敵地に乗り込んだ感じだと思う。負けたかも。そう、まあ、また一応別物だから。いやもう全然全く別物なんですけど、やっぱこれはこれでめちゃくちゃ美味しいよな、こういう食べ方というか。これがいきなりうまい、うん、いや、これ1枚取ったら普通にお腹いっぱいぐらいになるよ、1人で、うん、どうはい、バンビさんごちそうさまでした。ごちそうさまです。いやー美味しかったね。ねえ、やばい、食欲ブーストかかっちゃって。そうだね。はい、ちょっともうやっぱ1枚だけだったからさ、はい、物足りないよね。そうですね。でもやっぱ何店舗もね回りたいから。そうですね。目標まあ3店舗ぐらいだよね。そうですね。よしじゃあ2店舗行探して2店舗目ベイベイペイ。行きましょう。はい、2店舗目はねこちらですね。はい、もんじゃだるまさん。だるまさん結構いろんなとこあるよな、ね、だるまっていうお店、この通りでも何店舗かあったね。じゃあ美味しいんですよね。じゃあちょっと2軒目行きましょう。はい、行きましょう。2軒目は月島名物もんじゃだるまさん。もんじゃだけではなくお好み焼きもたくさんの種類があります。はい、2店舗目豚キム。豚キムチすごくない？これ俺作れるかな、量やばいで。これ汁残すねんな。そう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 、油敷くんだ。あ、そうそう油そう、さっきのね、さっきも俺さっき油敷くのね、先走っちゃうからね。うわ、汁も多いな。よし、これがやりたかったんよ。これだけやりたかった、俺はこの頑張れるよ。これがやりたかったんよ。さっきバリバリ食ったんだよ。すごいですね、うん、ゆっくり少しずつ。おめっちゃ美味しそうですね、うん、そう、さっきよりめっちゃボリューミーですよこれ。そうやな、はい、量多いな。量多いな。おー、さすが関西人。本気ないな。これで正解なのかどうか分からんけど。じゃあ2軒目、はい、2軒目、イエーイ、はい、はい、リーダー豚キム。リーダー豚キムちょっと食べてみてください。リーダー豚キムどうだろう。巻き返りやりたい。豚キムはもう、うん、豚キムめっちゃうまいですね。めちゃくちゃうまい。お好み焼きより具が変わった時の味の変わりようが分かりやすいというか。確かに、うん、もんじゃは本当入った具材によってマジで味が変わる。やべ、ボリューミーだ。ここの店もう一個頼みましたからね。そう、めっちゃお腹いっぱいになると思うから、うん、そうやな。お店お店でさ、時間空けちゃうからさ、うん、マックの中枢が上がるというか、うん、でさっきの結構来てますね、うん。これで食ってるから100倍うまい。そうね、はい、これ箸で食ってたらまた違いますから。はい、プロが2。はい、2つ目。見た目も綺麗も細かく。あー、うまい。うわ、めっちゃうまい。ご飯にかけたい、これ。これはダントツやな、うん、やっぱプロにやってもらったほうが、うん、だから俺らみたいに2つ3つ頼む人は最初自分で作って後から、ね、うん、作ってもらったりとか作るの飽きたら、うん、はい、ごちそうさまです。2店舗目、いや、だいぶお腹いっぱいだね、うん、そうですね。意外と本当はもう1店舗ぐらい行きたかったなって言ってたんだけど、はい、もう大満足したということで、はい、だから最後にね、お土産屋さんがあるから、おちょっとお土産行って、ね、なんか買いましょうよ。おいいですね。お土産買ってきました、はい、じゃあ紹介しましょうか、ね、はい、はい、じゃあ
これから紹介します。はい、僕はこのもんじゃ焼きセット、家で作れるやつ。これあのこれはねソース、ソース味でヘラもついてる。ヘラっていうのが分かんないけど、あ日本付き。なるほど、これ家でやりたいと思います。いいね、あいいですね。いや俺もねもんじゃ買いたかったんだけど、いやあっても作んないかなと思って、こちらにしました。もんじゃせんべい。あこれ美味しい気がするね。せんべいにしました。おいいですね、気軽に食べれるやつ。いや俺ももんじゃ欲しかったんですけど、なんかやんないだろうなと思って、それでもねこれは欲しかったんで、マイハガシを。マイハガシ、はい、200円で安いんですよ。安っ、はい、ハガシっていう、ハガシ。いや、いい買い物をしたね。はい、はい、ってことで今回は月島駅でした。はい、はい、まあもんじゃ一択だったね。そうですね、もんじゃなんか美味しそうなお店もありましたね、もんじゃ以外のね。もんじゃ以外のね、うん、でもまあまあもんじゃか、もんじゃな、ぜひもんじゃ来てくださいって感じよな。そう、おすすめです。まず東京来たらね、うん、ここ来てください。東京来たらもんじゃ。はい、はい、ってことで今日もありがとうございました。お願いします。ということでチャンネル登録よろしくお願いします。はい。